ウオグエヤタウヨガナウオグと、家族ウオグエヤグエナナウグエタウヨガナと、ヤップスヨグエユルナナは、ともに1954年の鉱山族秘町事件で、死亡した1951年、アリアまでのウオグエヤタウヨガナ、ロシンワタンヤップスヨグエユルナな1951年、アりやま貧間でのウオグエヤタウヨガナロシンワタンヤップスヨグエユルナナウオグエヤタウヨガナは、日本領台湾ある山まとふや部族系統、 ララや商社出身の台湾原住民族の一つ、相続の元警官、教師、作曲家、クレオートリゴー号長で、有名な教育者、政治家、思想家、音楽家、詩人。台湾原住民族の自治運動に尽力し、原住民自治区の概念を提案したが、白色テロの犠牲となった。有名な賢子君と高坪みみやびは孫娘で、森明明は、 姉妹方の老いである。中国名は、後一章。日本名は、矢一,一生、矢一章、矢田和夫。ウオグは若い頃から才能があり、アリさんのタツクニゲル道教育所で5年間勉強した。あと、カイのカイヨ人高等小学校に転校した。父親は警察に勤め部ン族討伐の功績があったが、ダイナマイト寮による怪我で亡くなった。 その後台南州警部の大塚久義、土井美水に養子縁組と世話を受け、相続で初めて高等教育を受けた学生となったことから、日本名を八田和夫から八田一章へと改名した。1924年には総督府台南市藩学校に推薦入学し、在学中から音楽や文学に天文を発揮しつつ、普通科で4年演習科で2年教育を受けた。また、 1927年6月に日本を経由して台湾に来たロシアの言語学者ニコライネフスキー。a e の台湾数族語展の編集を目的とした1ヶ月以上にわたる総語の調査に協力した。台南市販学校に在学中、現代音楽教育に触れ始め、ピアノを好んでよく弾くようになり、1930年に卒業した。卒業後、あり。 山田地区に教育所で教鞭を取りながら巡査を務め、朝竹や水筒などの経済作物を植えるよう指導し、農業を発展させた。同時に彼は多くの歌を作曲し、相族を台湾総督府に連れて行き、日本語による歌曲、鹿狩りの歌を披露した。ウオグは通常の学校で勉強している間、たびたび休暇を取って部落に戻って、教育活動を手伝っていたが、 その時、少女、湯川春子と偶然出会い1931年に結婚した。湯川春子は、ウオぐより5歳年下で、しげる道教育所卒業後、辰国駐在所に派遣され働いていた。喫下、高見、清美、英栄血、栄明、栄養、春英、豊田玉、美栄などの子が生まれたが、長男の英生は創生した。1945年、彼は、 クレオート・トリザトの初代号長と、タツクニ駐在所の所長を兼任した。ウオグは、故郷の人々の教育に関心を持ち、僧の言語と文化の記録と保存に、積極的に関わっている。日本の統治以来、彼は、環境とアイデンティティによってもたらされる不平等を変えるために、高等教育を受ける若者を育てるために、一生懸命働いた。新しい農業知識の促進、 医療習慣の改善など、草の公務と生活改善に尽力する。新しい土地の開拓に努め、同族が新宮茶山に移動するよう奨励し、草の人々の生活空間を拡大させた。1947年2月28日の事件の、際、カヨシ氏が混乱に陥ったため、カヨシ氏28署議会は、カヨ氏の法と秩序を維持するために、うおう表に立たせようと考えた。 ウオーグは当初介入したくなかったが、ブラックの他の指導者、ヤップスヨグエユルナナが参加するつもりだったため、双方が論争して最終的に出動することを決めた。ユモリヒと率いる部隊は最初にカヨシ公務を弾薬庫を攻め落として弾薬を得た。その後、一方のグループはカヨシ市で法と秩序を維持し、もう一方のチームはカヨシ民兵と協力して、 カヨシ水上空港を取り囲んで封鎖し、軍隊の増援を阻止した。包囲の4日後、カヨシ位会は政府と交渉することを決定した。ウオグは弾薬を手に入れ、故郷を守れればよいと考え、部隊に戦闘からの撤退を命じた。2.28事件終結後、ウオグは逮捕されたが、炉心は弾の保護下で釈放された。1950年、治安部隊は、 山間地域での市長調査を開始した。10月、湯森人は自白書に署名し、うおぐえやたうよがなと一緒に、政府の命令を実行し、反響高に若事業のために断固として戦うと誓い、機関砲弾、7ト、mm、ル機関銃実砲30箱、89、式的榴弾1箱、機関銃実砲2箱、迫撃砲弾5箱、手榴弾2箱、 敵弾頭4個などの武器を供出した。台湾省保安司令部による、鉱山族の非徴油森人らの反乱事件という、罪状の要約によると、ウグはグ九1949年の夏に、林サネ長によって紹介され、陳建富に会った。その後、陳建富は、商工作委員会山岳工作委員会の初期の、官吉、議員の林随将、高沢寺氏らを招集し、 台北の川端町にある月火園で会合した。陳建富は彼らに高砂属自治会を組織するように指示した。1950年に小工作委員会は解体され、ウオグは構成することを選択した。これが露心は担当の2回目の構成となった。彼は1年以上にわたって情報局の産地工作委員会の監視下にあった。そして、蔡高新は、 アリさんのオグのところにかくまわれていたがオグは構成したときにそれについて言及しなかったため調査され厳しい取り扱いを受けた。1952年2月台湾省保安司令部司令のご国定は新調計画の実行を命じた。9月10日保安署の林修学省省は産地保安会議を開催したという名のもとにクレオトリ号庁の広一省警備官の湯 森人、学野村長の竹吉則らを竹崎駅で逮捕した。彼らは台北の警備にある軍事所に誤送され新人を受け、汚職の罪で起訴された。12月にはさらに、埼玉市類や他の市長と反乱のため集会を行ったという罪状が追加された。1953年2月2.28事件における構成は取り消され、6月に死刑判決を受けた。 1954年4月17日、ゆ、森人、孔一章、林水章、大木義さん、孔吉中、高澤寺志ら6人が、台北憲兵隊に引き渡されて銃殺され、4月29日に事件の解決が国防部に報告された。彼が妻へ当てた最後の手紙は、2013年12月10日の人権の日の記念音楽会で、息子の公英傑によって、 人権博物館に寄贈された。日本語で教育を受けたウ具グは、総語だけでなく、日本語でも数々の歌を作った。中国語による歌も作った。代表的な作品として、造語の、筒子の山、ボハシュフネパトシャーン君、遠山の歌、移民家のいたる優いアナ、移民家の親愛的俗人、移民家の大屋来たる、小美、古事や、日本語で作られた、春のサホビメ、鹿狩り、 長春花があるほか、登山列車などがある。その中でも、春のサホ姫は、妻を、獄中から思って作られた。彼の作品は、春雪サホ後一生記念先週、数の春神、後一生音、楽作品集に収録されている。ありがとうございます。